はい、皆さんお疲れ様です。では、また続きやっていきたいと思います。回復、あれ、これはなんだ。あ、回復薬、あ、そういえばありましたね。傷薬の1個上なのかな。よし、次はデボルとポポルですよね。会話は流し程度でまた読んでいこうかな。大まかなね、内容を、見つつ。デボルさん、ポポルさん、やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前、滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシュタルト、白の書、思い出せないの。なら思い出させてやる。シロ、頭の中が思い出したぞ。デボル、ポポル、ナンジラは人間にあらず。そして口ごもったね。言いづらいかい。ならポポル、代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ。今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。何を言ってるんだ。まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか。いいな、我らが魔物と呼んでいるあれが人間だ。人間だったものの慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちも仕事に戻る。そんな、お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事な。私たちの長い人生は人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。格好をつけるな、バババババババカ。そうだな。さて、ではまたやっていきましょう。基本的にね、ムービーも飛ばさないでいこうと思いますので、でもね、同じ内容のものも続きますので、すみませんが、めんどくさいって感じた方は、シークバーっていうのかな、飛ばしていただけたらなと思います。そちらの方で。さて、結局魔王の、主人公ニーヤが結局魔王のレプリカント体だったということですね。だから、ヨナ、魔王自体もヨナを、奪おうっていうのか、魔王からしてみれば、取り戻そうとしていたっていうことなんですよね。ちなみにヨナの、レプリカント体っていうのは存在しないんですよ。あれ？うん。確か、あ、じゃあゲシュタルト体ではなかったか。あ、ちょっと申し訳ないですね。いざ思い返してみると、そのあたりの設定ちょっと忘れてしまったな、また。結構ね、ゲームの中だけでは語られないこととかあるんで、気になった方はぜひ調べてみてください。デボル、
ポル、死んではダメ。私たちがなぜ双子に作られたか今は分かった。魂のない私たちが。喋らないで。血が止まらない。デボル、一人で生きるにはこの世界寂しすぎるんだ。時間が長すぎるんだ。涙は流せるのに魂がないなんて本当におかしな話だ。ごめんな。いや、デボル、置いていかないで。私は一人にしないで。やだ、いやポポルさん、もうやめよう。やめよう、やめよう、やめようって。お前にそんな自由があると思ってるの？デボルを殺しておきながら、よくもそんな。やめてください。今ならまだ。もうせんだよ、何もかも。みんな殺す、殺してやる。あんたとデボルさんに育てられたようなもんなんだ。頼むからやめてくれ。あやつらは年も取らずにずっと見てきたのだ。長い長すぎる歴史を、真実を。さて、この辺りに変更点はあったのかな。戦わなければならない。剣を止めるな。進みたいなら倒せ。倒すしかないんだ。デボルポポルではないみたいですね。よし、ノーマルなんでね、すぐ終わっちゃうから。さっきデボルはもうそこで終わらせてしまいましたけど。さて、でも気づいたらまずいんですよね。少年だった頃に石化させてしまうメモ。この醜い体になってからの姿も本当に嫌でした。だけど同時に誇りでした。だってこの姿のおかげでみんなと仲間になれたもの。皆さんありがとうございます。オミール、今人を守るための兵器になれること本当に感謝しています。ビオス、さあ行ってください。エミール、僕なら大丈夫ですから。エミール
レさんは乱暴だし、シロさんは口うるさいし、肝心な時に喧嘩しないといいけれど、もうヘフは仲裁できませんからね。
はい、ということでね、ムービーはね、飛ばさずにずっとやってきて、B 分岐なんでね、新しい王が、A 分岐では明かされなかった王があの後どうなったのかっていうのが、出てましたね。僕もちょっとね、エミールの後で入ってくるのはちょっと忘れていました。さて、ついつい見入ってしまうんですよね。僕も発売当初から、発売当初に一度プレイしてちゃんと D 分岐まで一通りねやったので、多分トータルで6回目ぐらい見て6周目ぐらいになるはずなんですけど、それでももうまだね見ちゃうっていう。ちなみにエミールがあの後どうなったかは、この B 分岐で明かされたかな、エンディングの後か、前スタッフロールの前かちょっと忘れましたけど、この B 分岐で分かりますので。さて、ただちょっとムービー全部また入れちゃってるからすごい長い動画になってそうだな。なんか今すごいモーションになってたけど、よいしょ。よし、ナイスです。これで魔王か。何もかも終わらせてやる。派手にぶちかませ。さて、ではやっていきましょう。これもう片付けちゃっていいのかな。毒の分際で我らが王に歯向かうと。愚か者、我らではない。我とお前は違う。ひとくくりにするな。テュランがね、どこで会話に入ってくるかがよくわからないから怖いんですよね。気づいたらね、なんかパンって入ってくるんですよね、会話に。確か黒の書のあたりは何もなかったと思うけどな。これといった会話なさそうですね。痛い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 。真下までちょっと遠い遠い。入ってくるでしょ、カイネは。カイネじゃないです、テュランが。わからないか、テュラン。私は様々な声を聞いてきた。その過程で、
同情も恐怖も憎悪も経験した。私は知っている。私は汚れている。私は間違っている。私は呪われている。だがあいつはそんな私を受け入れてくれた。許してくれた。あいつのために。よくなった世界で過ごす時間がまだ少しでもあるのか。奴の刃になって死んでやる。シロ、大丈夫か。心配無用。壁に決まっておるるるるる。人の体いらない。欲しくない。体の中にはもう別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子もお兄ちゃんが大好きみたい。ヨナと一緒だよ。会えないの。かわいそう。そうだよ。一緒に帰ろう。今だ。妹についていた魔物は消えた。カイネ、ヨナを頼む。お前の悲しみがわかるだろう。そんな都合のいいことは言わない。俺はただ仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い、魔王。
いきなりすごい食らってしまったんですけど、さてではやっていきたいと思います。ちょっとこれが激しいですよね。すごい広いやつを打ってこられるのがすごい困るんですね。どうやったら避けたらいいのってなっちゃう。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ、いたどこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめん、俺。おい、真に受けるな、冗談だ。だって。さあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ？あやつの動きを止める。そしてその後はお前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。いやだ、俺はまだ死ろと。我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかし、ここでお別れだ。シロ！ああ、そうそう。一つ言い忘れておった。何？シロというな。本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。このクッキーあげる。兄ちゃんはもう食べたからいらないよ。お兄ちゃん、昨日もそう言ってた。本当は一回も食べてないのに。ちゃんと半分こ
後だよ。ありがとう。ずっと一緒にいてくれてありがとう。はい、お兄ちゃんの分。ユナ、はい、ということでね、B 分岐は、こういった形で、終わりになります。今気づいたんですけど、ヨナのセリフのところ全部ひらがなになっていたんですね。まあだからなんだって話ですけどなんかこう僕までこう見入っちゃってはーってなっちゃう作品ですよね。うん、さて、ちょっとすいません、だいぶね、前回のパートから、まあ、間が空いていると思います。うん、申し訳ないです。これ自体ね、後から、2回目の撮り直しでちょっとね、いろいろね、ちょっと騒音じゃないですけど、雑音が入ったりなんなりでちょっとボツにしてしまって、でそれから撮らなきゃなと思っている間ね、ちょっと忙しくなってしまって、なかなか収録ができておりませんでした。それでね、久しぶりに、また撮り直していたっていう感じで、余計にね、だいぶ遅くなってしまいまして、本当に申し訳ありませんでした。でもね、こうずっと待ってて、見てくれたっていう方、本当にねありがとうございます。さて、音楽がすごい綺麗ですね。うん、これ喋っていていいのかなまあでも、なかなかニーヤっていうゲーム自体ね、どこでね、喋っていたらいいのかなって困るところなので、まあ、こういった機会ね、ちょっと、ね、時間いただいて、まあなんか思いついたことを喋らせてもらおうかなと思います。うん。まあエンディングの動画なんかは、いろんな方がね、いろんな方かわからないですけど、YouTube なんかで B 分岐とかね、ニーヤ B 分岐、B エンドとか、Cエンドって検索してもらったらすぐね、プレイ動画で、本当エンディングだけ切り抜いたものとかがアップされていますので、まあそちらの方を見ていただけたらなと思います。ちなみにですけど、このあと、C 分岐、D 分岐あるんですけど、C と D の、内容というのは、このエンディングの部分でしか、エンディングの部分しか変わらないんですよね。あ、魔王の城の後半ね、本当魔王を倒した後からちょっと、お話の延長線がありまして、でそれを見て、C 分岐 D 分岐と分かれるので、それまでのね、例えば崖の村だとか眠りの森、魔王の城への鍵を集めるあたりの、実況の方は、カットしようかなと、なのでいきなりちょっとね、時間は攻略する時間が必要なので、またね、申し訳ないですけど数日アップに時間が、ね、間隔が空いてしまうと思いますけど、次回は、魔王の城のあたりからを一応今考えております。魔王 C 分岐の、魔王の城、D、どうかな、流れとしましては、魔王の本当ね、一番最後までは、本当B 分岐と内容同じなんですよ、 C と D は。でその後魔王を倒した後、A 分岐の方を見てくださった方は分かるかと思いますけど、カイネがね、
どんな感じだったかな、私に構うなみたいな感じで、先に行ってくれみたいなあたりで、カイネあの後どうなったのみたいなね、体にあの黒い模様が出た後、そのまま消化不良で終わってしまっていたと思うんですけど、あの続きが出てくるんですよ。で、まああまり詳しく言うとネタバレになってしまうので、どういう風に話すのかちょっと困ってしまっていますけど、あのあと、いろいろ、お話が少しありまして、その後に、ね、選択肢が出てきまして、その2択を選ぶことによって、片方をね、選べば C 分岐で C エンドへと進んで、もう片方を選ぶと D エンドといった形で、本当に、ね、最後の最後だけあの内容が変わるというものになっているので、次回は、C エンド手前の魔王の城から開始しようかなと今のところ考えています。魔王の城もね、もう全く同じになるので、ちゃっちゃと終わらせて、まね、お話を進めていくといった内容になるかなと今のところ考えておりますけど、うん、まあ実際ね、時期を取るっていうところに行くまでなってみないとちょっと分かりませんけど、一応そういった形を計画しております。はい、さて、いろいろ話そうと思うことを話していたら、あ、いい感じですね。このスタッフロールの後に、まだねムービーがあったと思いますので、では、この辺りでまた、一度失礼させてもらおうかなと思います。みたいですね。でもさすがお姉さんの体、死んでも死なない頑丈さです。よいしょ、ちょっと動きにくいですね、頭だけというのは。皆さんどこにいるんだろう、早く会いたいです。みんなと会う前に身だしなみを整えないといけませんね。いや、身だしなみ以前に体をなんとかしなきゃ。カイネさんとシロさん、喧嘩してないといいな。あの二人は僕がいないと本当にダメなんだから。あの二人の。はい、ということでね、B 分岐、これにて終了となります。最後はね、ああいった形で実はエミールは生きていましたという形なんですけど、エミール好きのね僕としては非常に嬉しい展開でした。という、まあそんなことはどうでもいいんですけど、ということで、次回のね C 分岐は、なので先ほどお話ししましたように、魔王の城を手前から開始したいなと思います。で、すみません、またねおなじみで C 分岐以降を始めるには、あの武器をねまた全部集めないと開始できないという内容なので、武器を集めて、魔王の城まで、攻略でき次第、収録を開始しようかなと思いますので、すみません、またねちょっと間隔が空いてしまいますけど、少しお時間ください。でき次第、撮ってアップしようかなと考えておりますので、ぜひまたよろしくお願いします。ということでね、一つの、ね、エンディングを含むということエンディングということでちょっと長い動画になってしまいましたけど、最後までご視聴してくださった方、本当にありがとうございました。ぜひ次回も見てくださいということで、皆さんどうもありがとうございました。また次回の C 分岐から、お会いしましょう。失礼します。